と心配ですね。私の意見を日本の方々がどれぐらい信じてくださるか心配ですね。だって私は日本に親しみを持っている韓国人ですから。本製品は日本の先般企業が生産した製品です。日本植民地時代に韓国の国民を強制動員などで我が国民に生命、身体、財産などの被害を与えた企業です。はい、皆さんこんにちは。また日韓関係がちょっと悪くなるのではないかなと思われるちょっと悪いニュースが出たんですね。このニュースについては日本に親しみを持っている私の意見ではなく、ほとんどの韓国人の反応について話してみたいと思っています。あ、また政治家たちの反日商売家という意見が一番多かったんですね。多くのメディアも、そして私のような YouTuber たちも今回の件について非難をしているんです。へー、必要だから物は買った、なのにそこにステッカーを、そういう論理だったら私のような日本で留学した韓国人とか日本旅行に行った韓国人にも顔にステッカーを貼ったら、まあ面白いイベントですね本当に。日本の製品にステッカーが貼られている、そういう姿を見ながら成長する韓国人の子供たちは一体日本のことを何だと思いながら成長するんですか？それは20年前私が小学生の頃もやらなかったことです。今まで韓国では支持率が低くなったら支持率を高めるために反日感情をかなり利用したんですね。すごいでしょ。今のムンジェイン大統領は最初大統領になった時支持率が 80% だったんですね。へー。しかし今はその半分にしかならないんです。その半分になった 40% の支持率を高めるために、あ、また反日商売かと、そういった意見が一番多いです。今の時代国がそういうことを決めるのもちょっとあれなんですけれども、じゃあ国がそういうのを決めたら国民たちは素直にそれに応じるべきか、なのにそれをなぜ国が勝手に決める、韓国の政府が決めたその先般企業という企業がすでに物を売っていたし、それを使っていたんですね。その使っていたっていうことは韓国の国民から見てもやっぱ必要だったっていうことですね。韓国の国民たちはそれを使うしかなかったんですね。そしてその判断は政治家じゃなくて私たち国民たちがやります。まるでどんどん韓国が北朝鮮か、それとも、まあ、世界の中心にあるその国にどんどん似ているようになるのではないか、かなり心配ですね。韓国の政府でいくら日本悪いと言っても、今日本で旅行してみたらですね、東京とか大阪はもちろん、最近熊本県に行ったんですけれども、熊本の田舎まで人口が何十倍も多い中国人よりにも韓国人の方が確か多いですね。すごいでしょ。そしてすでに韓国の中に今回のムン大統領はかなり危険なことをたくさんやるんですね。多くの韓国人から見て今の大統領共産主義者ではないかと思われるようなことをたくさんやってきたんです。そしてこの YouTube も韓国で見ることができないようにすると言ったんですね。これはまだ確定されたことではないんですけれども、 YouTube の中で間違った情報を漏らしている人たちが多いと彼は言ったんですね。じゃあその人たちを処罰したらそれで終わりじゃないですか。まあこの方が大統領になられてからは
日韓関係がかなり悪くなったんですね。これ以上は日韓関係のために下がってください。あなたを殺すぐらいわけはありません。下がってください。